どんな感じだったか聞いていい？え？リライフ。花火みたいなものでしょうか。花火？本当に綺麗で、本当に楽しかった。でも終わった後には寂しい気持ちになって、リライフもまるで花火みたいだなって。美月さんって花火みたいですね。少し切ない感じもするよね、花火って。花火は消えてしまいますが、思い出は残ります。ひしろさん、貝崎さん。全部消えてもただそれだけは